自発的隷従論は、モンテーニュがエチエンヌ・ド・ラ・ボエ氏に託した作品である。1577年に密かに出版された。自発的隷従論の作成時期は定かではないが、最近の研究では、ラ・ボエ氏が大学在学中に執筆したとされている。また、親友のミシェル・ド・モンテーニュによれば、この演説は、ラ・ボエ氏が18歳くらいの時に書かれたという。このエッセイでは、どんな暴君でも、臣下が彼に、それを認めている間は権力を維持し、従って、あらゆる形態の権力を萎縮させると主張している。人間の本来の自由は、一旦その習慣によって堕落してしまうと、従順であることや従うことを拒否する自由な人間の自由よりも、宮廷人の隷属を好むようになってしまう。社会によって実際に放棄されてしまうだろう。このような領域と服従の関係は、後にアナーキストの思想家たちによって再開されることになる。ルー・ロックウェルは、ラ・ボエ氏の政治思想を次のようにまとめている。彼にとって政治の大きな謎は支配者への服従でした。一体なぜ人々は政府の支配者から略奪されたり、抑圧されたりすることに同意するのだろうか。それは単なる恐怖ではなく、同意が必要だからだとボエ氏は自発的隷属論で説明している。そして、その同意は非暴力で撤回することができる。ラ・ボエ氏の思想は多くの市民的不服従運動にも取り入れられた。市民的不服従運動は自発的隷属への反抗という概念から闘争手段の基礎を引き出したのである。エティエンヌ・ド・ラ・ボエ氏は本当に効果的な武器として非協力の戦略、つまり非暴力の不服従の形態を理論化し提案した最初の一人である。エティエンヌ・ド・ラ・ボエ氏、自発的隷従論、西谷治、山上弘役、千曲学芸文庫、2020年。ありがとうございます。